はい、それじゃあよろしくお願いいたします。お願いします。今日はちょっと先生とのお話の中でもうせっかくだから体験してもらった方が早いんじゃないかということでね、ちょっとみんな頑張ってやってもらうと思うんですけど、さっきからお前がやれや、いや俺は嫌やみたいなこうね、なすりつけ合いを見てしまいましたが、みんなね積極的に今日は参加してください。はい、で今日は最初に、上野選手がちょっと今日足のトレーニングのパートをサイクルなんでね、今日はもうガチでいつもやってるようなトレーニングがどんなんかっていうのをちょっとみんな見てもらって、でその後ちょっとね質問とか感想とか聞かせていただきたいと思ってます。でその後、6人ですね、先生ね、はい、6人、ちょっと体験してもらって、でその後また質疑応答とちょっとだけ時間もらって、でその後、みんなにちょっとずつだけでもね、1セットだけでも体験して帰ってもらおうかなと思います。はい、なんか上野さんありますか？そうですね、はい、多分今までやってたトレーニングの価値観が変わる経験になると思いますので、ぜひ体験する際は心して、で、ご自身のトレーニングに生かしてもらえればいいのかなと思います。はい、はい、それじゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。はい、収集して、そーら、いけ、はい、2、3、4、はい、上げる、ホールド、はい、ゆっくり、もっともっと曲げて、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 はい、ゆっくり、もっと上げろ、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 はい、曲げる、3、4、そーら、もっともっともっと、はい、2、3、4、そーら、いけ、あーそらほらいけ、あーしゃいすまほいへいあーしゃ2回あーすめるいけ、あー最後はっしゃいあーしゃい、はい、振り向いて、はい、集中あっそーらはいっす、はいはい、前へけっぶーあっしゃいっすへけっぶーあっしもう一回へけっぶーあっしーラストもう一回、はいあっしこ、はい、そーらはっしけうーあっし、前はい、もう一度、はい、ここ
こびないでください。これでワンセットですね。ありがとうございます。5分ぐらい呼吸整えてもらって、で次のセットに行きます。次の種目やりますね。はい、こんな感じです。はい、集中してるっていうか、上げることに集中すると思考が止まるっていうか、あの他のことがあんまり考えられなくなるんですね。はい、だからどうやろう、すごいこう苦しいとか、こうもうやりたくないとか、それこう逃げの言葉というか、ネガティブな言葉が浮かんでくると、それをこう打ち消すために、あの、さっきこう、横からね、あの、超えろとか、いけるとかって言ってたでしょ。ああいう言葉が、その言ったらこう、思考をこう変えるっていう。あ、今ちょっと、あの、入れた分を出しに行ったんですね。ちょっと気持ち悪くなっちゃったね。はい。で、その、さっきも言ってた先生とちょっとお話したんですけど、そのまあ言ったら、あの、どうやってリミットを外していくかっていうか、で、そのリミットっていうのは、何がリミットになってるかって言ったら、人間っていうのはこう、心理的な限界と、それと生理学的な限界と2つあるでしょ。で、生理学的限界っていうのは何かっていう、前もお話したんですけど、機能的限界ですね。これ以上やっちゃったらもう壊れちゃうとか。で、そうなったらダメなので、あの、リミッターみたいなもんが設定されてて、それが心理的限界です。で、その、でも、心理的限界っていうのが、リミッターが、めちゃくちゃ甘々に設定されてたら、なかなか限界に追い込めないでしょ。だからその心理的限界っていうのをどこまで引き上げられるかっていうのが、その経験でしか、こう、書き換えられないっていうかね。プログラムを書き換えられない部分なので、それは一回そこでこう超えてしまうと、そこは自分の中でここまでできるんだっていうのがスタンダードになるから、トレーニングのレベルが上げれるっていうこと。だから、ここで一回、まあ今日やって、感覚的につかめれば、そこがね、だから自分の中の最低限のスタートっていうか、次トレーニングするときは、そこまで自分で追い込めるって分かってるのから、それをこう再現する目標、そこを超える目標っていうかね、そういうふうにやっていけばいいと思います。で、上野さんでも今日のトレーニング成功か失敗かって言ったら、きっといけてないなと思ってるかもしれないですよ。そうそう。ただどこまで行ってもそれはもう生理的限界を超えることできないし、で超えることがあったとしたら切れるか死ぬかしかないもんね、さっきの話じゃないけど。で、さっきちょっと奥で死んでもらうっていうお話があったんですけど、あのすごくね、あの重要なあの話で、何かっていうと、人間っていうのはその無意識に物事を考えたりとかするんですよね。で、無意識下に危険とか恐怖とかそういったものがあったら、そのリミッターがかかっちゃうんですよ。だからこのコースで、だからこの軌道、この幅、この動きやったら、どんだけ追い込んでも絶対に大丈夫やっていうのを見つけとくんです。それは練習の段階で。で、そうするとあとまあ意識が飛ぶか飛ばへんかぐらいのもんでしょ。意識飛んだ水かけてもうたら起き上がれるからね。だから切れたりそういう恐怖っていうのは言うたらないような準備を、事前の準備がものすごく重要ということ。強度を上げるっていうことは、危険にそういうふうにこう体をこう持っていくっていうか、身をさらすんじゃなくて、絶対安全の中で、その言ったら恐怖に挑むっていうか、うん、だから、あとは、壊れるとか、切れるとか、死んじゃうとか、そんなんじゃなくて、自分が、心が折れて、やめるかやめへんかだけのところまで持っていくっていうのが重要。うん、そこまで持っていけたら、A トレーニングできる。うん、だから、難しいですけど、その、今も、自分たちの環境の中でね、そういったものを整えていけるように頑張ってください。はい。レスポーズ1です。さあ、集中して
三、ほい、三、ほい、三、四、三、二、三、四、三、ほい、三、二、三、ほい、三、五、二、三、ほい。おー、下中央、はい、行くよ、三、ほら、ドーン、オースケー、はい、呼吸出て、おしこ、はい、そーら、ウイス、おして、はい、そら、おーし、はい、二回行こう、はい、行け、おー、下中央、はい、集中、ほら、オースケー、オース、はい、はい、まあ、こういうこともあります。はい、はい、それは5分休憩します。たくさんの筋を動員するような種目の場合はインターバルちょっと比較的長くして、だけどさっきも言った通りなんですけど、条件を統一したいので、例えば5分って決めたらもう5分でね、次セット組めるように、そのパートナーとちゃんと時間配分を作っていくっていうのが大事ですね。で、ちょっと少ない呼吸を戻りやすいね、あの種目なんかの場合は3分ぐらいでもいいかなと思います。これ倒してから、はい、どうぞ。まあ、さあ後で直しましょう。はい、本当は毎回片付けてもらってますけど、今日はちょっとエネルギー温存するために。